あ、私？お前だマジか。最終回のお知らせ来ちゃったか。だよね。驚いたよね。本当に今日知ったんですけど。終わんの？そう、終わっちゃうの？一瞬になるうちにね、それが発表されちゃったのよ。そう、すまんな。いつ終わるのかも全然わかんなくて、だから結構長く続くんだなと思ってて、だからまさかこんな急に今日 ね、普通にね、ワクワクしてきて、レイレイとね、お手洗いのところで会って、そこでそう、私がね、次で終わっちゃうの寂しいよねとこうやって髪の毛直しながら言ってたら、えって言ってきて、で、えってなったで、今週もこれを使ってお届けしたいと思います。最後まで出たいっぱい使い合ったいと思います。今日やって、あと2回で終わるんだよって教えてもらって、だから今日やって、あと2回あるあと1回だ今日入れて、っていうのもまた、そうか、重なえっていうのはやっぱ驚きの言葉っぽいからさ、やっぱそう驚きで、それでなんかえって使うからさ、そのえってさ、まずえっていうそのひらがなだけで考えるとさ、えって単語っていっぱいあるじゃん。例えば書くえとかピーあるじゃん、そういう強い、汚くなってきた、強めじゃん。始めよう、夢を描き続けよう、これからも。せーのスロースタートサーテイルズチャンネルに、ラスト2回して初めてやるよ。徳見ゆい子先生原作のスロースタートの番組、スロースタートスターテイルズチャンネルねる第25回始まりました。一ノ瀬花役の近藤玲奈です。桃地玉子役の伊藤愛沙です。徳良英子役の峰内智美です。天国ハマリアゴの長野マリアです。おかえりなさいませ。おかえりなさいませ。いやーね、もうね、2回だからね、揃わなきゃ意味ないじゃん。4人久々に揃った。ね、揃った。もっと揃わなかったの？8月もね、揃いますから。そうだね、もっと揃うから、いっぱい揃うから大丈夫だそうです、よかったです。よかった。まあ前回ね、最終回のお知らせもあったんですけど、残り2回もニコニコで頑張って最終回まで駆け抜けていきましょう。行きましょう。スロースタートスターテイルズチャンネルねる、今週も最後までゆっくりお聞きください。もうちょっとで最終回ということで、皆さんから終わっちゃうのねメールというものがたくさん来ているので、その第一陣がいっぱい来たので、それを読んでいきたいと思います。いいですね。まずは人見知りさんからです。ねねねるが終了してしまうと聞いて、とても悲しく寂しく思います。スロースタートを通じてたくさんの幸せな気持ちをもらえたこと、改めてお礼を言わせてください。スターテイルズの皆さん、徳見先生、橋本監督、スロースタートに関わった全ての方、本当にありがとうございました。次は切り替えの続きまして、玉木さんからいただきました。終わってしまうという知らせを聞いて、アーカイブのねねねるを初回の方から聞き始めています。今のを見てから初回を見ると、まだ探り探りな感じがあって、ういういしかったです。その頃はまだ哲学者近藤玲奈の圧倒的な世界観に皆さんが絶句してしまうこともしばしばでしたが、途中から皆さんが拾えるようになってきたのを感じて、皆さん本当に馴染んだんだなと、他人ながら成長を感じて嬉しくなりました。以上です。あ、次もお願いします。みちるさんからいただきました。ありがとうございます。終わるなんて、つなぎ姿をどこで見ればいいんですか。プライベートでも来てください。嫌です
では続きましてのしさんからいただきました。ここでは見れるかもしれませんが4人で見れないなんて本当に寂しいです。4人での思い出まだまだ作ってほしいです。最近はどんな思い出を作られましたかというお便りですけれども、思い出、思い出、思い出、4人での、4人での思い出、上でやったやつ、さっきサッカーしたさっきこの後のねスローチャレンジでやったサッカーとか。いやでも思い出といえば私最近ちょっと衝撃的だったのが、なんかある日突然なんかこう4人の LINE グループがあるんですけど、あのコントレーナーさんからすごい長文のなんか LINE あった来た、何があったんだろうと思って開けたらなんか昨日の夢の LINE 内容の LINE がめっちゃ長文で、長文で、まあ、まあ内容的に私たちが登場したからっていう内容だったんですけど、でもマリアちゃんだけちょっと出てなかった、一番最後にヌはいなかったごめんみたいな、めっちゃワクワクして、私いつ出てくんだろうと思って読んだように出てない人めっちゃ面白かった。私がなんか普通なんかどんな内容だったっけ、私がなんか病気になっちゃって、あなんかくしゃみがいっぱい出るからなんかアレルギーですねってなって病院に行って、でなんか血液検査でアレルギー検査しましょうってなって、なんかアレルギー検査室みたいな部屋に連れて行かされたら、なんかあやさちゃんがいて、なんかおやほーれれとか言って、なんか血液をめっちゃ取られながら言ってあれれやっほーって言って、えあやさちゃんどうしたのって言って、なんかくしゃみとなんか涙出るほどやばくてみたいな感じで取られてんのにそんなに血液取って大丈夫なのって言ったら、なんかそう血液ちょっとハマっちゃってさってずっとやってたいと思っちゃうんだよね確かそれってで言ってて、でまあそれは置いといて、なんか置いとかれるのよで結果は私はあの異常なしで、あ良かったですって、そしたら私はあの夢の国にね行きたい、行きたかったから、もう病気じゃないから行こうってなったんですよ。でミネちゃんとなんか行こうってなった、なって、でそしたらなんかリズ…ルルルルル言って今最後まで言ってないから大丈夫、その夢の国まで連れてってあげるよっていう、あのとある芸能人さんの車に乗ることになって、でその方に送ってもらって着いて、で着いたらなんか人気のアトラクションがすごい並んでて、でなんかもう異常じゃないほどの混み具合で、でなんかアナウンスみたいなのが流れてきて、なんか皆さん寝ましょうってアナウンスが流れて、なんかベッドがビューンって出てきて、そこで並んでる人たち全員でなんかおでっかいベッドに寝て、私たちは今何してるんだろうって終わった。ぬ本当に登場しない、ぬは出てこなかった、いやおらんの回でアナウンスやってたから期待して、いや長いし、しかもここそう長い長いし落ちもないんですよ夢に対しての、っていう夢を見たの、そうそう、おお、そうでも伝えたかったの、伝わりはした、伝わりはした、だから伝えたかったんだろうなっていう、そうでね、4人でね、あそうですね、夢の国に行きます、あれ行きたいよ、行きたいっていう話を、そうもうあれなんですけど、あのまだねちょっとスケジュールスケジュールを合わせなきゃいけないんですよね、そこでこう苦戦しているそうところですね、いや行きたいです、行きましょう、そうそう行きたいっていう話をしてるっていうあれでしたね、そこで新たな思い出をね作りたいですね、はいはい、そんな次第です、はい、ということで次のメールに行きます、はい、母上、母上様かな、母上様からいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ママ解禁賞確定おめでとうございます、え寝れ寝るのってこと、多分皆さんの中では賞をもらったみたいな人はいますか、何かの記録保持者はいますか、記録保持者、賞をもらった人、陸上とかってことでしょ、ないよ、ある、なんか賞ってなんだろうね、なんかさ小学校とかってさ、あなんか絵の賞とか、絵の賞を取った、え私も取った、すごい、でもな小学校かな、小学校、小学校大体ぐらいで、なんか金賞と銀賞の人だけ下駄箱に貼られる、で私は結構取ってたかも、おわみんな絵上手なのね、お、あった今日もあったとか言ってた、なんかさ遅刻無欠席だったら給食全部完食、あでも小学校の時よくそういうのあるよね、あと、ね、私なんかねお祭りのイベントで近所の子となんか企業がやってるお祭り、
打ち上げみたいな感じのやつに、うんうん、友達のお父さんがそこの人だから行こうって言って行って、でほんでこう整理番号みたいなのもらって屋台とか楽しんで、でなんかステージでなんか抽選みたいなの始まって、うんうんうん、まさかそんな当たるわけないし、うんうん、もうほぼ聞いてなくて、なんか他のもの食べたりしてたんだけど、うんうん、じゃあ最後一等ですみたいな、うん、一等はなんと夢の国へのなんかペアチケットみたいな、いやすごいいいなーとか思って、うん、何百何番って私で、すごいどうしようってなって、でもすごい恥ずかしがり屋だったんですよ小学校の時とか、うんうん、だからもうもじもじしながら、うんうん、なんか芸人さんみたいな人とかがお名前はみたいな、いやーにゃ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 みたいな言ってる、すごいバカにされたひでえ芸人さんひどい、当たったのチケット1個すごいじゃん、すごいそれを使って行くしかないね、行くしかない、何年前だよそうやタイムスリップしてたそこからそうっていうのはびっくりした、うんすごい強み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 な感じだね、ヤバみ強み、現代子だから尊み尊み尊み、はい、他は他は他は本当にない。あれなんか虫歯なかったでしょうとか。ああ虫歯のあんの。虫歯なかったでしょうなんかあるもんなの。なんか剣士だっけ。剣士？健康の剣の方のなんかですねみたいな感じでなんか称えられた。いいことだね。ことある。あとなんか地元のなんか絵を描いて、うん、なんかね沼があってね、その沼の絵を描いて、沼の絵って、ね、有名なね沼があるの、あの地元にその沼の絵を描いて、なんか県の小学校の高学年の部で最優秀賞を取った、すごい中さんで、なんか知事か知事の人からこれもらった沼、なんかドブなのか沼なのかよく分かんない、綺麗なの、なんか綺麗な沼があるんだ、そうもっと綺麗な沼で、どんな感じ、なんちゃら沼みたいな、そうなんだ、湖みたいにね、綺麗な方なんだね、そうで、なんかね風車みたいなのが綺麗、うん、そこの中の沼の意識を改めよう、ちょっと沼の意識、うん、なるほどね、うん、続きまして、はい、たかし、あら、たかし、たかし、ありがとうございますさんからいただきます、ありがとうございます、カタカナ確かに家での漢字が見れてプライベートのチャレンジ良かったです、全然ね、長縄さんはどんな漢字ならですか、追伸、終わるの悲しいです、確かに、追伸、追伸でね、たかしテレアだからこうやってメールで送ってくれたんだね、そう、この場にいるけど、あ、拍手してる、メール届いてよかった、いいよ、足振ってる、今日一人でバンジージャンプ飛びに行ったたかし、そうなの、そう、そうなの、あの楽しみだけで、え、なんかね、ちょっとこれからあるちょっとなんかあの、なんだろう、あるもののためにもう個人的に頑張って、またどこかの作品で飛ぶ、飛ぶってこと、うん、違う、スロースタート関係でちょっと、そうそうそう、ちょっと思い出と言いますか、まあね、無理、スロースタートの皆さんでめっちゃなんか旅行行きます、また下見行ってきたんですか、え、待って、いや、あのプライベートで普通に行ってきて、あ、そういうこと、そうもう一回なんかやるとかではない、ではない、もうではない、あ、OK、スタートです、OK です、そう、大丈夫です、マリア、そう、どんなのしたの、ちょっとね、上でね、さっきちょっと話聞いちゃったの、何の話だっけ、昨日チャレンジしたのね、そう昨日じゃない、前回、先週チャレンジして、まあそれぞれ、そうで、エイリーがどんな感じだったのか、3人がどんな感じだったのかさっき聞いたの、そう、でもマリアちゃんどんなの、普段私は独り言を言ってる、ちょっとレイレイに近いかもしれない、似てる、レイレイ独り言つくなんか こんな感じ、踊ってたもんね、でもさ、レイレイはさ、うん、家族とねいるけどさ、ぬ、うん、ーちゃんなんか一人暮らしじゃん、うん、そう、だからこそなんていうのかな、なんか やんない、なんか朝とかさパックするじゃん、うんうん、でこう空気とか髪の毛のなんかこうやってあると、あ、もうなんでさ、こんなのなんとかなんとかでもうなんとかじゃん、うん、みたいなとか、こう切り替えこうやってやって、うん、パックとかをね、こうやってやった後に、うんうん、ブスだなやんね、闇深い発言をするかわいいよ、ぬちゃん、あ、ここになんか増えたかなみたいな、なんかモニタリングしたら絶対面白いね、確かにとか やってるけどね、普通になんか近しいものがある、ね、あと音楽流して
歌ってる、ね、歌でもそれはいるかも。なんかする時とか、うん、例えば洗濯物たたくとかの時とかにちょっとあるかもしれない。お姫様みたいな気分になる。ん、え、うん、なんかさ、なるじゃん。あ、ミュージカル的なやつの話。朝行く時のことは好き。え、朝行く時に仕事行く方がいいって言ってて。そう、なんかね、なんか私大体なんかぼーっとしてると出かける時間になっちゃって、でその時に、あ、もう時間だわ、行かなきゃっていつも言う。シンデレラかよって。楽しそう。え、それを家族はどんな目で見てるの？え、物も言ってない。うん、多分一人ごとなんだよね。もう普通に、でもなんか幸せそうでいいなって思った。でもお花いっぱい生えてるからね。ん、え、あ、あのあれ、でもなんかいいね、そっとしておいてくれる家族。私も実家の時とか休みの日とか、こうみんなが家にいると嬉しくなっちゃって、うん、歌ったりとか、うん、ちょっかい大声でなんか魔物まねとかして、うん、お姉ちゃんとかにちょっとこう、お姉ちゃんはパソコンやったりしてるのに、うん、こうやって長いのかしてちょっかい出しに行くと、絡んで、マジでうるさいみたいな言われるから、お母さんにイエーイって。確かに私は一連の流れをやって満足って、ね、え、でもすごい妹らしいね。そう、そんな感じだった実家、ね、たまに帰るからよ、そうなのかもしれない。あ、そうかもしれない、うんうん、面白い、ね、家の中楽しい、ね、いいね、こういうのも。はい、はい、ということでメールは以上です。ではここで、はい、6月27日に発売されるブルーレイ &DVD 第4巻から、今日も榎並先生と A 子のユニットキャラさんを聞いていただきたいと思います。はい、発売まであと3日、聞いてるみんな絶対に買え、はい、そしてスープを飲め、ということで、それではお聞きください。榎並清瀬 CV 沼倉真奈美、戸倉栄光 CV 峰内智美で、スープにスパイス。演じたりスピーディーに演じたりして倍速を変えて見直すというチャレンジングなコーナーです。はい、今回もメールが届いています。はい、シュバイニーさんからいただきました。ありがとうございます。今後チャレンジしてみたいスポーツの話題がありましたが、ちょうど今年の6月から7月7月にかけて4年に一度の祭典 2018FIFA ワールドカップロシアというサッカーの大会が開催されるので、皆さんにスローなサッカーの PK 戦にチャレンジしてもらいたいです。 PK を決めた時の喜びや失敗した時の悲しみをスローな喜怒哀楽で表したりしたら、とても面白い映像になると思います。以前チャレンジしていた野球の時のように広いスペースでないと難しいかと思いますが、ぜひよろしくお願いします。ということで、まあ私たち今回それをやったんですが、まあ4人なのでフリーキック
というものにしました、うん、PK ではなくそういうものにしまして、はい、なんと広いスペースも用意していただけてやっちゃいましたよ。嬉しい。私前野球の時いなかったから。あ、そこだね。そうだよね。4人揃って、嬉しい。あのスペースで毎回撮った後のお遊び今日もやってたよ ね、 ね、サッカー。今日はサッカーだったから危なかったね。そう、私照明割るとこだったしかもなんかサッカーからバレーになるだから、そうだ、これでね、これでめっちゃ上上げちゃったからね。サッカー経験者いますか、はい、この中で。はい、え、めっちゃ上手なの。でも3ヶ月間だけクラブに入った。え、でも結構すごい。飽きちゃった。あ、そうなんだ。じゃあ、ゲームとかなんとなしに分かるって感じ。あ、なんとなくは分かるけど、私スポーツ全部本能でやってるから、うん、なんとなく、本能でやる。いて、え、私もお父さんとおじさんがやってるテレビゲームのあのゲームね。ゲームね、よくね、男の子がやるやつね。あと体育の授業とかでしかやったことない。あ、確かに体育の授業でやるとさ、女子ってさ、イエーイみたいな感じで蹴り合いでボール全然動かない。面白い。私キーパーの時ね、なんかレイナ弱っちいからめっちゃね、うん、あのボコボコにされてた。笑っちゃう子だ。スラタンだった。なるほど。え、そんな悲しい思いを吹き飛ばすような勢いで今回4人で頑張りましたので、役割はですね、ゴールを決める人が、私、うん、そしてフェイントする人が私です。あやせちゃん、そしてゴールを決めて群がってくるチームメイトがミネちゃんで、敵のキーパーが長澤まりやさんです。ということで収録前に3分の1の速度でスローに演じたので、そちらを見てみましょう。どうぞ。いや、本当だ。あ、すごい。決まってると噂を。やばい、後ろすごいいい感じ。ちゃんと考えてるか。あ、すごいすごいすごい。いけ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 。からの思いきや、いやいけ。ちょんちょん、コロ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 。でもさ、いいコントロールだったよね、すごい。あ、すごい。いやーすごい。あ、来た来た。なんか喜ぶやつ来た。来た来た来た。野菜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 が飛んでる。最高。いいな。編集最高。神編集。神編集ありがとうございます。いや、いい感じじゃないですか。これは楽しみですね、3倍速が、うん、じゃあ3倍速見てみましょうか。どうぞ。できてるから、ね、どんな変装球になるかも気になる。あ、いい感じ、いいかも、いいかも。お、いく、お、ボールめっちゃいいスピード。あ、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 いいな、音楽がいい。え、でもすごいバランス取れてたね、ね、バランスいい感じになってた。本当に野菜、美味しそう。美味しそう。ね、野菜ジュースの CM 作れそう。緑黄色ね。面白かった。緑黄色な感じで、いや、いい感じに躍動感が出たのではないかと思われます、うん、スローチャレンジでした。スロースタート、スターテイルズチャンネルネル。略丸、懐かしい。久しぶり。まるまるのやつが何か分かった人は挙手して答えてください。答えは送っていただいた方のさじ加減になりますので、そのあたりも含めてお楽しみください、はい、じゃあ久々のコーナーですが、皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、はい、では行きます。はい、シマリスさんからです。ありがとうございます。気づけば横にいるやつ。え、気づけば横にいるやつ。このねねねる関係です。気づけば横に、はい、はい、たかし、あれ、あ、伊藤彩瀬さんです。この前、前回欠席した時、見せかけて次のコーナーに行ったらいつもいたの。あー、そういうことか。そう、もう懐かしいよ、すでに懐かしい。そして次は、はい、金井珠衣さんからいただきました。気づいたら横にいたやつ。橋本監督。正解。おめでとう。それでは続きまして、ルビスさんからです。普通のやつを落とすと金のやつと銀のやつをもらえるやつ。普
そう、はい、はい、金の斧と銀の斧、はい、正解です、うん、合ってる、合ってるよ、合ってる。続きまして智則さんからです。お地蔵さんが集団で恩返しに来る、はい、笠子地蔵、え、正解です。おはぁ、次は、ハーボックさんからいただきました。ノックされると出てくるやつ、え、うわぁ、ノックされると出てくるやつ、みんな学生時代に絶対に使ってたと思われる、ノックする、はい、はい、シャーペン、正解、なるほどね、そう、シャーペンのシーンです。確かに使ってたわ、ノックって言うかも。続きましてカムハさんからいただきました。ケンタッキーの店の前に立ってる白いやつ、はい、カイネルサンダース、はい、正解。もうえ、これやつっていうか問題じゃん以上です。最後スロースタート、スターテイルズチャンネル。でお届けするファストインフォメーション、はい、テレビアニメスロースタートブルーレイ&DVD 第4巻が6月27日に発売されます。徳見優子先生書き下ろし漫画掲載ブックレットなど豪華特典満載でお届けです。特典 CD は今回もユニットキャラさんとオーディオドラマを収録です。先ほどお聞きいただいたスープにスパイスと、あとオーディオドラマ、共に榎並先生と英子ですので、あと発売まで3日よろしくお願いします。お願いします、お願いします。スパイスファストインフォメーションでしたからのエンディングです。第25回、皆さん最終回の前の回ですがどうでしたか。多分さ、このスタジオとお届けするのにさちょっと今聞こえなかったですね。鉄の顔です。スパイスごまかすなし便利な言葉だなと思う。そうね、はい、じゃあテイク2いきますね。あ、多分さ、このスタジオでお届けするのもサイコじゃん。そうだね、そうなんですよ。っていうのも来週はもうパーティーしようよっていうことなんです、うん、しましょう。というわけで、なんとその夢が叶うらしいですよ。最終回はタコパ、たこ焼きパーティーです。これがタコパっていうのもある伏線だからね。そう、あれ、タコパは、え、みんな記憶どうしたの、え、したっけ、タコパした、ちょっと後で教えますね。でも逆にさ、ミニちゃんの中の夢の中の話とか、夢じゃないよ、みんな一回幻想でタコパしたい、幻想じゃないけど、え、アニメの中でだからタコパしようって言ったんだよ、作中。そう、はい、気づいたね。これさ、もうでもまだ発売されてないっけ。そうそう、だから伏線なの。そういうことか。だからタコパしたいって言った。理解しました。はい、理解。はい、理解しました。はい、楽しく。そんなわけで、この多分こういう背景じゃないところで次はなると思いますので、皆さんぜひぜひ最終回絶対に絶対に絶対に見ろ。皆さんの感想を最後までお待ちしています。この番組は公式ページでアーカイブ配信もしていますので、途中から見た人やまた見たい人はそちらもぜひご覧ください。それではまた来週、お相手は近藤玲奈と伊藤彩里、峰内智美と長澤まりあでした。バイバイ。